それっぽい。水曜どうでしょう的な顔なしバージョン。顎ひげどうでしょう。それめっちゃいい。何の話だったっけ。話題をと、そう、なんか問題が起きた時にって話だな。そうそうそう、問題が起きた時にそれは実はこう目の前の問題っていうのはものすごく本質ではないってことやな。そういうことね。ダミー、ダミー、目の前の問題ダミー。問題ってお題を問うって感じでしょ。確かに確かに、うん、題を問うで問題でしょ、うん、ってことは問題に対して答えを問いちゃダメなんだ。テーマを問わなきゃなの。お題ってことはテーマでしょ、うんうんうん、ってことはテーマに対、テーマとは何かを問わなきゃなんだよ。はあ、なるほど。そう、だからお題を問いちゃったらその意味がないんだよ。答えだけ見てもしょうがないよね。そのテーマとなる問題を自分で見つけないと一生解決しない。ずっと同じことの繰り返し。結局その自分のテーマとか自分の生きる意味とかが分かってなかったら何回も何回もその家庭な手を変え品を変えいろんな問題が起きてくるってことよね。そうそうそう。でそれに共通する問いかけって何なんやろうっていうお題。そういうこと。見つける。例えば人生のお題が私は愛されてないとかだとした時に目の前の問題として問いとしてお金がなかったりとかパートナーシップがうまくいかなかったりとかその仕事がうまくいかなかったりとかするんだけど、その目の前のことを一個一個解決しても結局テーマお題が自分で見つけられてないし解いてないから変わんないんだよね。だからお金がないなとかいつも男にいい男に当たらへんねんとか、そう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 、でまあどうせ私なんて努力しても無駄やしとかってね言う場合で、結局人って目の前の問題に悩むし、そう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 、目の前の出来事に一喜一憂するけど実はそこじゃないんやっていう話だよな。そういうこと。そういうこと。ほなそこじゃないな。ほなそうやな。吉尾が言うんやから違うな。間違いない。そう、間違いない。でもな、いつもな、吉尾はな、俺がもっとかっこよくなりたいとか言うね。あ、ほな目の前の問題にとらわれてるな。目の前の問題にとらわれるな言うてるやつが目の前の問題に一番とらわれがちやな。それが人間の差がってやつやな。でもない。0.5 秒後には俺かっこいいで収まるね。目の前の問題はダミーって分かってるな。あれ角刈りの人ですか。今ちょっとこう動画ではこう頭の方は見えへんようになってる。ああなるほどね。こうも期待。なんで見ようそういうわけだ。だからアイカがさなんかめちゃめちゃね何巡も悩んでたことがありまして。はいはい。でそれで1週間の別居期間があったんよね。なんと秘密ですが、なんと1週間別居してたんですよ。で、まあ、それは吉尾が悪いんじゃなくて、でアイカが別に悪いわけでもなくて、ただただアイカが目の前の問題だけにとらわれてたっていう。何回も言ってたんやけど、いや言っててもやっぱ分からん時はあんねん。こう聞いてくれてる人もね分からんわと思う人も多いと思う。俺から見ればハムスターやで。カラ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 つって同じとこ回って、そう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 、一生懸命こう解決しようと走ってんだけど進んでないみたいな。進んでるつもりやからな、こっちはさ。しゃあない。進んでると目の前の問題変わったと思ってるんだけど、ただ滑車を乗り換えただけ。あー確かに。じゃあそのハムスターとしてのあるべき姿はどうなの？滑車じゃなくて何をすればいいの？ハムスターとして普通にひまわり食ってるんじゃない？ああそういうことか。目の前にひまわりがあるのに、うん、ひまわり種があって、いや私はもっと自分で駆け足して取りてえんだってカラカラーって。ああなるほど。でもはいどうぞってこうくれるもんな。そう、目の前にある豊かさを取
りこぼしてるよな、それな。そうで、さあ、外に出して遊ばしてくれるわけや、うんうんうん、それなのに、いや、私はここで自分で遊びますとか。確かに広い世界を見せてくれてるし、そうそうそう、ひまわりの種という豊かさも目の前に置いてくれてるのに、それを取ろうとせんと、そういうことです。滑車を乗り換え乗り換え悩むと。そうです。それが人間の歩く姿です。いや、まあ私の姿やな。そうやな。じゃあ相川がさ、もうなんか、まあ、毎回腑に落ちたことはブログには書いてるんやけど、うん、まあ、最近ここ1ヶ月で腑に落ちたことがありすぎて、うん、ブログにまとめきれへんのでこうやって喋ってるんやけど、まあなんか、まあ、深いところで腑に落ちてる。深いところで。そうで、しかも強烈に腑に落ちるというよりは、 C 様も言ってるけど、うん、あの淡々とあーって感じ、なるほどみたいな。確かに優しく落ちるというか、バンジーとかじゃないよね、稲妻のように変わったとかじゃない。そうそう、じゃなくてじんわりと、なるほどなーみたいな。なんかどんな感じのやつ。え、何じんわり感。じゃあ例えばそう、じんわりした中でじんわりエピソード。じんわりエピソード、どの愛かも、あ、内側のね、うん、ずっとこうゆる鉄とかでも言ってるけど、まあ、皆さんの中に絶対こう内なる自分がいるわけよね。いるよね。いるいる。リトル自分。Yes, yes. リトル吉雄もいるし、リトル愛香もいるね、中に。で、まあ、その子の声を聞いてあげると人生がうまくいくって言ってるんやけど。Yes, yes. なんかね、多分2人おったよ。そうやな。2人おったんか、1人が。わからん。え
も言わせようとしてるのは分かってる。そうそうそう、なんかね、いろいろ喧嘩をするたびに、例えばこんなことで、文句を言ってる私とか、こんなことで我慢できない私っていうのがダメな女やと思ってて。確かに。で、それをまあ吉尾に、吉尾のことを最大限なんか受け入れてあげたいのに受け入れたくないっていう自分がいて、そんな自分はダメやと思って。ほんで、そのダメやで終わるだけじゃなくて、さらに吉尾にお前はダメな女やって言わせようとする。すごいひどいよ。喧嘩もう喧嘩終わってんのにまたふっかけてきてさ、言われたくてな、お前なんかいらんとか。大丈夫です、一回も言ってないんで大丈夫です。言われてないね、はい、それがで言われるとどうなるかっていうと、あ、もうやっぱり愛香はいらんねやって、やっぱりこういうことが起こるから一人で生きていった方が楽やって思うやん。そうだね。で、一人で生きていったら仕事だって自由にできるし、うん、こう何、まあ、頑張る、ね、頑張れば、うん、頑張ればお金も稼げるし、頑張ればこう1位にだっていけるわけよ、うん、うん、頑張ればさ、ただに1位を高める、あ、そのキャリアウーマンをもう一回やればいいわけよ、ね、簡単に言うと。
会社があるとします、コンビニがあるとしますと、で社員 A 君はじゃあ売り上げを上げるために予算を莫大に投入してもう人件費もかけてどんどん PR しましょうっていう A 社員 A 君と、だけどもう一人 B 君はいや今は節約する時だから経費を削減して人件費をカットして今は踏ん張りましょうっていう風な B 君、うん、A 君と B 君がいるんです、はいはいはい、だけどこの2人って意見は違うけど会社を良くしようというのは一緒じゃん。確かに、そう目的は一緒だな、そうっていう風に愛花の中でこれは起こってて、うんうん、どっちも愛花を幸せにしようとはしてるんだよね、うんうん、目的はそこ、そうだけどそこで意見が違う、やり方が違うからちょっとモヤモヤってしちゃったんだよね、うんうんうん、で今まではこっちの一人で生きていく方の幸せを採用してたから、うん、で急に二人でいる幸せっていうのが見っかってきてそっちにいっちゃったもんで前の一人でいる幸せちゃんが拗ねちゃったんだよね、うん、拗ねちゃったと思う、でこっちをなしにしようとしたからね、そう欠損、もういいって違う出てこんでいいって、それは拗ねるよね、例えばね自分も会社でもさ、いや意見を言ったのにいや他の人も採用するって言われたらさ、拗ねるもんね。そうやんな、うん、だからやっぱり向き合い方っていうのは自分自身に対しても必要で、そういうことですか、ね、他の側面をいやこれは私じゃないって思う側面があったとしてもそれすらも自分やから受け入れる必要がある。最初まずクッションで受け止めて、で ありがとう話してくれて、そういう気持ちも自分にあったんやねって、その上でじゃあどっちの方が楽しくて幸せかなって考えればいいよな。そういうことね、今まで頑張ってきてくれたからね、その子もね、っていうことがあったんですよ。そうか、長かったね。長かった。でめっちゃスッキリしてありがとうって思ってから、そうだね、うん、でもなんかさらにまた吹っ切れて世界は変わったでしょ。そうで、なんかこう背伸びしない大人っぽさみたいなのが自分になんかついた気がして、確かにで今茶髪に戻しました。そうだね、やっと反抗期が終わったのかね。で全身全霊でなんか吉尾をもっと信頼できるようになったというか。そうだね、そう、なんか吉尾やったらもっと高いところ行くし、そこにスッって愛花を連れてってくれるやろうなって思って、今までなんかそれもなんかずっとこう今まで一人で生きてきた愛花ちゃんがいたから、こうずっとその子がこう引っ張るよね足を。なるほど、本当に信頼していいのか、いいのみたいな、そんなこと言ってるけど本当はどうなのみたいなね、ほってかれんねんみたいな、うん、お前頑張っとかな、ほってかれんねんって言うねん。上行った瞬間吉尾は女作って捨てるでみたいな、捨てるでみたいな、で聞こえんねんそれも、うん、でそのたびにお前もういらんこと言わんでええねんって感じやって、うん、だけど今最近はその声も聞こえへんねんけど、聞こえたとしたら愛花の向き合い方としてはいや心配してくれてありがとう、でもなーって吉尾そんな男ちゃうから大丈夫って言えるねん。素晴らしい、壮大なるあれでしたね。そうなの、向き合いでしたね。やっぱまあでもね、いろんなことにいろいろ全部たまたまやけど全部意味があると思うし。そうやね、そう、ヨシオはなんか別居期間をすごいバカにしてくるけど、アイカの中ではバカにしてないじゃん。アイカの中ではヨシオとの時間がやっぱ大切であって、その一人の幸せより二人の幸せの方が愛花にとっては大切で好きやなっていうことに気づく時間だって。うん、そういう時間に。わかる。わかる。それなかったらやっぱり一人がええわってなってたと思う。確かに。一人だとどこも行くとこないしね。そう。です。です。よかったです。はい。パワーアップした愛花で。皆さんにいろいろと届けたいなと思ってます。そうですね、うん、多分その僕は最近スピリチュアルリーダーじゃないですか。はいはい、もう一回言うとスピリチュアルリーダーじゃないですか。はいはい、リーダーです。はいはい、はい、でなんかその夏至前に起こったじゃんね。ああ、それ
喋ってその話。なんかこう夏至前は夏至前と夏至後って大きくなんかエネルギーがすごく変わるらしいですよ、うんうん、で新月と夏至が重なるのは800年ぶりだと、江戸時代になった時以来だと。800年、そうそうなんや。でプラス金環日食っていうなんかすごい日だったらしくて、うん、らしくてっていうところはまだ全然僕は分かってないからあれなんですだけどそこに向けてなんか過去の感情とか、うん、あれを浄化する期間だったらしいんですよ。あ、そうなんや。そうそう、だからアイカめちゃめちゃ浄化してきたじゃん、うんうん、で僕もしてきたんですよ。お、というと僕もなんか僕はあのこう結構もらいやすい体質の方みたいで、はいはい、結構こういろんな人の感情とか念を、まあ、職業柄もそうなんですけどもらってきてもらいやすくてそれを全部吐き出してきたんですよね。うん、どうやった？すごかった。なんかほら僕イケメンじゃないですか、うん、ごめんなさいイケメンじゃないですか。イケメンやと思うんで私は否定しません。否定してもらわないと俺がすごく恥ずかしいだけの動画になっちゃう。言わなあかんで、ね、ちゃんと自分で。何が？それは自信じゃないの？あ、そうだね、イケメンじゃ。そうだね。で、なんか人のこう目線とかって結構エネルギーが乗るみたいで、うんうん、僕の顔に、まあ、全く知らない女性の念がいっぱいついてる、うん、あとここにもめちゃめちゃついてたらしくて、うん、女性の念が。それを全部取っ払ってきました。やっぱそういうの大事やな。大事大事。目に見えない世界って絶対あるしさ。でほぼですよ皆さん、僕最近気づいたんですけど地球上のほぼ全てが見えなくないですか、うん、確かに。だって声も見えないし、うんうん、電波も見えないし、はっきり言って自分の顔も見えてないんですよ僕たちって。確かに。鏡がないとしかね、で反対の顔しか見えてないんですよ、うんうん、ってことは僕たちって世の中見えないものだらけなんですよね、うんうんうん、それこそ色だってさ、いやほんまに脳みそが勝手に解釈してるだけやんか。そうだよ。で実際とは反転してんだから ね世界像を結んでるだけやもんな。そうそうそう、そう考えるとな、見えないことだらけなんですよ。だって空気だって見えない、酸素だって見えないもんね。見えへん。そう。ってことは見えない方があるのに見えない方をなしとしてしまうのは世の中人生でだいぶ損してんじゃないかと、うんうん、ってことで僕は全然スピリチュアルを大好きだったんだけど認めることにしました。はい、以上です。ずっと言ってたんやけどね、ようやく認めてくれたんです。そうなんです。最近僕はドラゴンマスターなるべく勉強してます。竜使いね。竜使い、いやドラゴンマスター。いいやん、次のトンネル出たところぐらいで終わるかなっていう感じで。吉尾大河はいつもなんかたまにじゃないか、半分ぐらいは哲学的なことをおしゃべってる。哲学やんなこれは。もうなんか増えてきたで。結構こういう濃い話ばっかするよな。するする、ずっと車の中でもこんな話ばっか。アイカのなんかオリジナルソングを聴いてるか。もうすぐね曲も販売する。そう、いやそういうことで、まあ、どんな自分の側面でも自分を幸せにしようとしてくれている。目的は同じ、自分を幸せにする。そうなんです。手段が違う。そうそう、そういうことです。そういうことです。どんな状態の自分でも必ず人は幸せになる選択をしているので、うん、そこは自分を信頼してあげてください。はい、はい、じゃあこの動画が面白かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録、そしてシェアをお願いします。それではまたいろんな動画でお会いしましょう。バイバイ。